それでは第63回神戸市 M 杯、こちらの方の予想を始めたいと思います。このレース、1番人気と2番人気がまあまあ順当に走る硬いレースですね。前走成績ではダービー上位組っていうのが堅実で、その他の路線はまあ連帯してるっていうことが条件かなというところですね。あと、ゲット面ではディープインパクト、ハーツクライ、ステイゴールドサンクといったリーディング上位のゲットがいいと、人気になりそうな馬が実力上位で、そのまま走るというところですね。客室的にも差しは圧倒的にいいというあたり、将来期待された馬が出てくるのかな。ようやくここにたどり着いたっていう馬もたまにはいますけれども、基本的には春上位で走ってきた馬っていうのをそのまま狙うというのが流れになります。そういったところで予想としては面白くないんですけれども、本命は5番のリアルスティール。さすがにこのメンバーでは相手いないだろうというところですね。ちょっと他の馬がだらしなさすぎるなというところで、ダービー4着と、非常に頑張ってますね。本当は前に行った方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、後ろから行って、頑張ったかなというところですね。血統的にもディープインパクト3区と、ストームキャットも特に関係ないでしょうというところで、そのまま狙うところですね。上がりタイム自体は頑張れるタイプですので、実力上位というあたり、そのまま狙うしかないなっていうところですね。対抗の方なんですけれども、15番のマッサビエル、こちらにしたいと思います。枠順の方も内も外も特に関係ないんで、大外も積極的に狙うという姿勢は、見せたいんですけれども、コバとの戦いでも、東京2400m、楽勝してますね。そういったあたりで狙っていくというところです。血統的にはちょっとハービンジャーというのがわからないですけどもね、ちょっとそんなに走る感じではないので、トライアルぐらいまでかなというところもあるんですけれども、さすがにこの着差だけ見ていくと、このメンバーでは実力上位かなというところで、対抗ですね。消去法で選ばざるを得ないかなというところですね。他を抑えていくところが11番の倍返しですね。基本的には時計がかかる場面の方がいいんですけれども、札幌でも、ここで2着に来てますしね。実力的にはこのメンバーであれば上位だろうというところで、ここら辺までで仕留めたいなとは思うんですけどもね。トニービーの血が、このレースにはプラスに向いてくる一面もあるので、ジャングルポケット3区ですね。そういったところも抑えてみようというところになります。あとは7番のアルバートドッグですね。京都新聞杯ではね、3着まで頑張っているというあたり評価しているというところになります。白百合ステークスも、なんだかんだ買ってますしね。上がり勝負になっても、いい競馬できるんじゃないかなというところですね。あと、血統的には、母乳が濡れ衣服系というところで、1枚足りないような印象もあるので、ここら辺でどうかなというところですね。結局、このまま人気上位の部類にはなってしまうのでね、上がりタイム自体は毎回上位出せてるので、狙っていく意図にはなるんでしょうね。ちょっと予想するには面白くないレースだなとは思います。予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。